皆さんこんにちは、はるです。今日はバンクーバー発祥の地ガスタウンにやってきてます。バンクーバーの中でも有名な観光スポットで、ガスタウンのシンボルになっている蒸気時計や赤レンガの街並みなど見どころがありますので、ぜひ行った気分で楽しんでいってください。それではレッツゴー。今回の撮影は360度カメラで有名なインスタ360のスマホ用ジンバルフローで撮影をしていこうと思います。視聴者さんによく撮影機材何を使ってるんですかって聞かれることが多いんですけど、今は GoPro と iPhone 13 Pro を使って撮影をしています。ですが YouTube を始めた頃はずっと自分が使ってるスマホにジンバルをつけて撮影をしていたんですね。撮影機材を揃えるのはお金もかかるし、もう多すぎてどれを選んだらいいかわからないじゃないですか。かといってスマホだけの撮影だとこう手ぶれしてしまってクオリティの低い動画になってしまうんですが、ジンバルさえあればスマホに取り付けるだけでこうクオリティが高い動画を撮ることができるんです。旅行が好きな方や日常生活の撮影、あとスポーツなどにもおすすめですので、ぜひ参考になれたら嬉しいです。それでは早速撮影に行きましょう。こちらが先ほどオープニングで紹介していたインスタ360のフローというジンバルです。かなりコンパクトです。ここが透明になっていておしゃれで、白を基調としているので、まあ、男性だけじゃなくて女性の方もおしゃれに使えると思います。この私が使っている iPhone 13 Pro にインスタ360のアクセサリーをつけます。でこれがマグネットになっているので、カチャッとつけてここをぐるっと回したらもう電源が入ります。なのでもうこの状態ですぐ撮影ができるんです。はい、ということで撮影準備も整ったので今から行ってみようと思います。ガスタウンの街並みはこんな感じです。今目の前にはガスタウンで一番有名な蒸気時計もあります。かなり人いっぱいいますね。あと2分ぐらいで多分音楽が鳴り始めると思うので、近くまで行ってみようと思います。今日のバンクーバーめちゃくちゃ天気いいです。お花も綺麗に咲いてますね。時計からはずっと蒸気がもくもくと出ています。みんなかまでいかんかった気がするけど、これで正解なのかな。なんか私が思ってた音程とちょっと違いました。アジア人の観光客はほぼいないですね。この蒸気時計は1977年に作られて、蒸気を動力に動く時計は世界で唯一ここだけだそうです。もしバンクーバーに来られた方はぜひ見に来てください。中の機械がずっと動いてます。可愛いですね。ちなみに音楽は15分前になっています。今日はガスタウンの街歩きやカフェに行ったりなどしたいんですが、一箇所行ってみたいところがありまして、ガスタウンにね、有名なお土産屋さんがあるんですよ。でここの蒸気時計から徒歩3分で行けるので、そちらに行ってみようと思います。早速お土産屋さんがありました。あ、なんかすごい広いけど、ちょっと今回は目指してる場所があるのでそちらに行きましょう。ガスタウンはこんな感じでお花がたくさん咲いてて可愛いですね。あとお店もね、すごいおしゃれ。洋服屋さんとか結構入ってます。このオークフォートっていう洋服屋さんは私もすごい好きです。めっちゃね、品質が良くってね、形が可愛いんですよ。まだ買ったことないけど、いつか買うのが夢です。街全体が赤レンガで作られているので雰囲気がすごくいいです。私初めてガスタウン来たけど、ここはまた必ず来たいですね。ありました、このミシェルズっていうのかな、お土産屋さんがすごく人気だそうなので行ってみようと思います。なんか他のお土産屋さんとは雰囲気もちょっと違いますよね。売ってるものもちょっと独特な感じです。
あ、めっちゃ広いな。あ、すごい。なんかあれですね、ちょっとビレバン感がある。この T シャツとかめっちゃ可愛くないですか。胸元と背中にもあのロゴが入ってて、30ドルなんで1枚3000円ぐらいです。普通に可愛い。お土産じゃなくって普段着としても着れそうなぐらいおしゃれな柄がたくさんあります。バンクーバーのスウェットも27ドル99セントなんで2800円ぐらいで買えちゃいます。思ったより安い。しかもね、ここすごいですよね。メープルシロップコーナーがあって、めちゃめちゃ広いな。このカナダの形の瓶に入ったメープルシロップ、これは11ドルです。わ、こんなちっちゃいメープルクッキー。あ、違う、メープルシュガーって書いてる。お砂糖ですね。1200円。まあまあしますね。あ、すっごいメープルのいい香りする、ここ。あの、紅茶とか入れた時に、カップ皿にちょこんと置いてるとめちゃくちゃ可愛いと思います。T シャツが1000円で売られてる。すごいな。でも結構ちゃんとしてる。このブルーとかもすごい綺麗ですね。マグカップもたくさんあるし、このスリングショット面白くないですか。あのウソップが使ってるやつの木彫りバージョンがあります。かっこいい。ここの柱にはマグネットがたくさんついてます。かわいいな。このクマのマグネットとかかわいい。値段いくらなんだろう。あ、600円で買えるみたいです。ここすごい量のキーチェーンが売ってるんですけど、値段すごいですよ。なんと1個300円で10個買うと2つ無料になるそうです。めちゃくちゃ安い。こうカナダの国旗が入ってるものとかたくさんあって可愛い。バンクーバーのステッカーです。ここは4ドル、400円なんで、他の場所と比べたらすごい安い。最近アメリカとかよく行きましたけど、1枚600円、700円、むしろ1枚1000円超えてくるステッカーとか普通に売ってたんで、この値段設定はありがたいです。ではこのバンクーバーのステッカーを買おうと思います。これはまたスーツケースに貼ろうと思います。ステッカーゲットしました。嬉しい。ではショップ内こんな感じでございました。なんかショップ内ね、 BGM とか何もないからめっちゃシーンってしてて、ちょっと喋るの恥ずかしかった。では次カフェ行ってみましょう。ちょっとカフェ行こうと思ったんですけど、その前にこのお土産屋さんから徒歩3分ぐらい行ったところに人気のアイスクリーム屋さんがあるそうなので、そこに行ってみようと思います。このソフトピンクスアイスクリームです。では行ってみましょう。メニューはこんな感じです。ソフトクリームになってて、一番人気なのがこのハニーコンボピークで、この蜂蜜乗ってるじゃないですか。これがあの地元の蜂蜜を使っていて、あのかなり美味しいそうです。でソフトがミルクかダークチョコレート、ツイスト、ヘーゼルナッツで選べるんですけど、私ミルクもチョコレートもどっちも食べたいのでツイストにしようと思います。ではやってきました。結構大きい。では天気がいいのでお外で食べようと思います。ではいただきます。うん、あ、美味しい。あ、めっちゃミルク。海外のアイスでバニラ味って多いんですけど、ミルク味って意外となくって、久しぶりに濃厚めのミルクのアイス食べました。やっぱ美味しい。この蜂蜜すごいですよね。お、割れてる。ちょっと一口でいくのもったいないんで、かじりながらいただきます。うん、あ、めっちゃ濃厚。この蜂の巣独特のあのチューイングガムみたいな食感がすごい楽しいです。これから夏になってどんどん暑くなってくると思うので、もしガスタウン観光来て暑くて疲れたら、ぜひこのアイスクリーム食べてみてください。さっき街歩きを撮ってたんですが、フローで撮ると全然ブレないですね。
でちょうどやってきたんですが、ここのフリーズっていうあのカフェが人気らしくって、ちょっとここに行ってみたかったんですよ。なんでこちら行ってみようと思います。わーすごい店内おしゃれな感じです。カウンターがあったり机などもあってすごいおしゃれな雰囲気です。チーズケーキがいっぱいある。メニューが見えづらいんで拡大してみようと思います。おー簡単ワンタッチでズームできた。飲み物はこちらですね。おコーヒーが結構安い。アイスラテとかいいな。アイスラテ注文してみようと思います。 Are you ready to order? Yes. Can I get ice latte? That's all for today.プローの撮影ってものすごい直感的で簡単で、この黒いホイールがあるんですけど、右側を一回ピッて押すだけで背面と前面の切り替えが一瞬でできるんですね。普通の携帯とかカメラだったら一回一回止めてこう背面前面でこう切り替えたりするんですけど、プローだと一発でカチッと方向が切り替わるんで撮影がめちゃくちゃしやすいです。アイスラテ、Thank you. Thank you so much. すごい綺麗。いや今日はあの外の天気がめちゃくちゃ良くなってきたので外で飲もうと思います。ではちょっと歩いてハーバーの方までやってきました。もう今日天気いいんでめっちゃ気持ちいいですね。ここはカナダプレイスって言ってカナダのフェリーとかこう大きい船とかが発着する場所になってます。うわなんかすんごいでかい貨物船ある。あ、ゆっくり動いていってますね。コスコって書いてる。ではこっちに展望台があるそうなので行ってみようと思います。向こう岸はノースバンクーバーですね。うわーめっちゃ遠くまで見える。お、ちょうど今水上飛行機が飛ぼうとしています。お、飛んだ。このハーバーエアーはもうバンクーバーから結構遠い場所にもこれに乗っていけて、もうかなり時間短縮にもなるので、このハーバーエアーもいつか乗ってみたいです。ちょうど戻ってきましたね。あー着地上手。これ波が高いとかって結構揺れたりするんでしょうね。奥の方に行くといい感じの椅子があったのでこちらでゆっくりコーヒーを飲もうと思います。やはりこうやってジンバルで撮影をするとインカメだとこれぐらいの広さが限界なんですが、なんとここまで伸びるんですね。なのでこう景色をしっかり入れて自撮りしたい時とか、こう上から撮ったりとか、こう下から撮ったりなどもできちゃいます。このフローは三脚も内蔵されていてここに入ってるんですけど、ちょっと出すとこう男性の方とか手が大きい方とかは握るスペースを増やすこともできますし、こうやって三脚にして立てて使うこともできちゃいます。あともう一つ面白い機能がありまして、自分の顔をこうやってスライドするんですよ。すると AI 追跡ができるんですね。なのでこう自分の顔をあの囲ったらもうここにあの合わせてカメラが勝手に動いてくれるんです。でこれ結構離れてもいけるんですよ。すごい、こんなに早く動いてもめちゃめちゃついてきてくれる。なのでこうお子さんがこう走り回ったりとかスポーツの試合行ったりとか、あとさっきみたいにこう船とか飛行機とかを追跡したい時とかはかなり便利です。ではお腹が空いてきたので今からご飯を食べに行こうと思います。ガスタウンの中に有名なスパゲッティ屋さんがあるらしいんですね。なので今からそちらに行ってみようと思います。お、これか。到着しました。ここがジオールドスパゲッティファクトリーです。じゃあメニューは中でゆっくり決めようと思います。わーすごい素敵。ほら
中の席か外の席選べるんですけど、雰囲気がいいので外のお席にします。こちらメニューです。この It's All Included っていうメニュー頼むとですね、なんとパンとガーリックバター、ミネストローネかグリーンサラダ、あとホットティーかアイスコーヒー選べて、そしてアイスクリームもついてくるそうです。$2.95プラスで払うと、このシーザーサラダに変更とかクラムチャウダーに変更とかもできるそうです。メニューめちゃくちゃあるんですけど、このランチスペシャルが時間的に終わってしまっていて、スタッフさんに一番人気のスパゲッティを聞いたら、やっぱりこのミートボールか、このザ・マネージャーズ・フェイバリット2種類のソースを選べるものと、このチーズのパスタが人気だそうなので、このマネージャーズ・フェイバリットにして、このチーズソースとミートソースにしました。では料理が届くまでちょっと中を見てみようと思います。なんとですね、ど真ん中にめっちゃ大きいバスみたいなのがあって、なんとこの中でもお食事ができるそうです。めっちゃいい感じ、雰囲気最高ですね。あ、こっちもある、すごい広い、おしゃれ。お、ガソリンとかありますよ。このバスの中でご飯食べたいな。ではミネストローネとパンとガーリックソースがやってきました。ではいただきます。うん、おいしい。味がしっかりしたミネストローネ、ニンニクとかもしっかり効いてます。うん、めっちゃカリカリ。ではこのガーリックバターを塗っていただきます。うん、あ、美味しい。これやばいな、もう最高。まだスパゲッティ来てないけどめっちゃ幸せ。ではスパゲッティやってきました。美味しそう。じゃあクリームパスタからいただきます。では、うん、ソース自体は結構さっぱりなんですけど、この上に振りかけられてるチーズがめちゃくちゃ味が濃くって濃厚で美味しいです。ではミートソース、うん、うん、トマトの風味がしっかりしてて、お肉の旨味とジューシーさがいい感じにマッチしてます。ではアイスクリームがやってきました。チョコレートとピスタチオ味だそうです。ミックスになってる。では、うん、うん、チョコレートと杏仁豆腐の味がする。なんでだろう、ピスタチオが杏仁豆腐の味する。うん、杏仁豆腐の味だ。これはこのジンバルですね。実はいろんな付属品もあって、今日ちょっと選んで持ってきたんですけど、まずこういうね、アクセサリーのバッグがあるんですよ。なので、こう撮影していない時は折りたたんでこう持っていくこともできますし、なんか面白いなと思ったのが、こういう充電ケーブルがついてるんですね。なんとこれ、ジンバルに接続して携帯を充電することもできるんですよ。充電のヘリを気にすることなく撮影できるのと、あとこれなんでしょう、私もね最初なんだこれと思って見てたんですけど、なんとこれジンバルに接続するとライトになるらしいんです。こういう日中の撮影でも顔色明るくつくこともできますし、夜の撮影とか、こう暗いレストランの中で撮影するときとか、もうかなり重宝すると思います。食後の紅茶、めちゃめちゃおしゃれなのがやってきました。すごい、なんか電球逆さまにしたみたいな形してます。いい感じに蒸れてますね。2杯分ぐらいありますね、嬉しい。あ、美味しい。すごい落ち着く。この街並みを見ながら飲む紅茶めっちゃ美味しい。味はブラックティーです。このジンバルですね、なんと普通に取ること以外にもこんな感じでフィルターがあるんですね。なので、もうちょっとおしゃれな雰囲気にしたいとか、もうちょっとこう色をビビッとにしてパキッとした色にしたいとか、そういうのも叶うんですよ。
のフィルターの数値をスライドすると、まあ、どれぐらいの強さでフィルターを使うかなども調整ができちゃいます。で私はですねいつもこう自然な風景を撮影するようにしてるんですけど、ちょっとこう Vlog チックにしたい方とかはぜひこういうフィルターもあるので使ってみてください。ではごちそうさまでした。もう2000円ぐらいでこの美味しいスパゲッティとコースが食べれてもう大満足です。今日は撮影で 3,4 時間くらいずっとジンバル使ってたんですけど、まだバッテリーが4分の3ぐらい余ってるんですよ。なので長時間の撮影でもジンバルのバッテリーを気にすることなく使えると思います。このジンバルは最大12時間使えるので、朝から夜まで撮影しても全然持ちこたえれるなと思いました。実際に使ってみての感想は ものすごく使いやすかったです。もうこの黒のホイールだけで全部の操作ができますし、初心者の方にもすごくおすすめだなと思いました。やはり撮影用にカメラを買おうってなると、もうカメラってボタン多いし操作難しいし、カメラ買ったけど全部の機能を使いこなせないって言われる方って結構多いんですね。ですけどこのジンバル1本あればもう全ての機能が備わってるし、税込み2万900円なんですね。でジンバルってこう生きていく中で何本も買うものではないですし、もうこれ1本あればもう旅行中の撮影だったり日常生活のシーンを簡単に撮ることが可能です。これから旅行に行く方や思い出を残したい方はぜひ概要欄から飛べますので見てみてください。今回の撮影ではバンクーバーの発祥の地ガスタンを回ったんですが、街並みもすごくおしゃれで、美味しいレストランだったりお土産屋さんもたくさんあったり、もう一日中楽しめるスポットでした。ガスタンものすごく雰囲気が好きなので今後も行こうと思います。ではこの辺りで動画終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。